こんにちは、ワッキーです。新型の V が発売になりました。リコーシータでございますが、標準で付いているケースはこちらのソフトケースなんですよね。こんな形で持ち歩くことにはなるんですけれども、やっぱりレンズ面が出っ張っているので、いろいろと傷がついたりするんじゃないかと心配なことも多いかと思います。で、リコーの純正品としてはこの最初から付いているケース以外にソフトケースというものが発売されております。これでもやっぱりバッグの中とかに入れておいてガチャガチャってなってレンズが傷ついたりするのは心配だと思います。ってことで今回購入したのがこちら、メガネケースなんですけれども、ハードシェルタイプのメガネケースでございます。まずこれチャックになっているんですけども、ぐるっと開けてみますとこんな感じで、これメガネケースですのでチャックとかで傷つかないような処理がされております。この段になっていてチャックが直接当たらないような作りにはなっております。で、このシータを中に入れてみようということなんですけども、こんな感じの寸法です。横幅はちょっと遊びがある、で縦方向が結構遊びがある感じなんですよね。でこのまま入れてしまうとチャックを閉めても結構中でガタガタ動いちゃうんですよね。なのでこのハードケースに入れるにしても、一回このソフトケースに入れてこれをこのハードシェルの中に入れるとあまりガタガタと動くこともなく持ち運ぶことができます。これでバッグの中とかにポンと入れてもシータを守ってくれますよね。あとはちょっとしたカラビナもついているので、このまんま腰にぶら下げてとかバッグの外にぶら下げてなんてこともできるかとは思うんですけども、チャックがねこういう風にこう開くので、やっぱぶら下げて使うとわっ落ちちゃう危険性があるので、ちょっとそれは怖いかもしれませんね。あくまでもバッグの中でシータをガードしてくれるような、そんな使い方された方がいいのではないかとは思います。さらにこれシータではなくってインスタ3601、こちらはね最初からこうハードケースに入ってはいるんですけれども、一応ちゃんと入ります。チャックも閉まります。でインスタ3601の場合は厚みがあるので、これでチャックで押さえると全然中で動かないです。収納的にはちょっと縦方向余裕がある感じですけれども、これでしっかりホールドして守ってくれます。ということでこちらのハードシェルタイプのメガネケース、シータやインスタ3601を収納するのにちょうどいい大きさとなっております。バッグの中で傷がついてしまうのが心配だった方、試してみてはいかがでしょうか。色もたくさん選べます。